プロレスの西の聖地福岡は博多スターレーンにやってまいりました。ネオレディスライブイン博多、早速実況席をご紹介しましょう。解説にはいつものように井上京子選手にお越しいただきました。どうも京子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。今日はですね、はい、大タイトルマッチがあります、はい、3WA の世界スーパーライト並びに世界シングル、はい、この2つのタイトルマッチがあります、はい、京子さんは堀田由美子とついにリマッチが来ました。はい、はい、もう今日はあれですよね、アサリがベルトを取って、はい、そして京子さんが防衛すれば、はい、これはもうネオの天下と。そうなんですよね、いうことですよね、はい、早速試合を追いかけてまいりましょう。まずはネオジャパンカップ99公式戦です。タニーマウスと中村優香の一騎打ちという形になります。30分一本勝負です。中村優香、現在得点は0点です。まだ勝ちがありません。そしてこちらもまだ勝ちがないタニーマウス、0点というもの同士の2人の対決になりました。まあ、あの順番で言えばちょうどこれ0点同士で6位ですね、はい、の2人なんですが、まあはい、もうこれは優勝戦線には、ね、完全に外れてしまっていますが、はいはい、まあ、それは抜きにしてもですね、はい、この2人、まあ、当然ネオの、ね、将来を背負っていかなければいけません、ね、はいはい、さあ試合が始まりました。真っ赤なコスチューム中村、そして逆に真っ黒いコスチュームが谷マウスです。中村も試合が多くなってきちゃって、腰なんか悪いんですけど治る暇がないみたいですね。やっぱりあレスラーっていうのは戦いながらやっぱり治さなければいけないんでしょうかね、はい、サポーターがだんだん多くなっていっちゃうんですよね。あ、そうですね、はい、膝そして腰もそうですよ ね、 そうですね、はい、あと肘ですか、はい、ラリアットかわしていきました。ドロップキックに行く、もう一回連発していきます。3発目まだ行きます。いいですね、この大事ですよね。5連発6連発行きました。完全に腰が落ちましたタニーマウスです。コーナーに振ったのはタニーの方だった。そしてタニバット、やっぱ一発でかわされちゃうんですね。ですね、6発のドロップキックに対して1発のタニバット、そしてタニーが吠える。やっぱり中村今みたいなの大事ですよね。あのそうですね、やっぱり一発一発重みがないんで、相手数を、いけば、はいはい、このエルボーもね、はい、何発も放っていきましたが、しかしこの一発で中村が倒れました。今これ口を押さえてますけど、やっぱり相手のことよく見てないと、顎に当たったり、口に当たったりしちゃいますね、はい、よく見ておかないとダメですね。どう捉えましたタニーマウス、自分の腰を浮かしていきます。あ、肘でディフェンスしようという中村です。タニーはやっぱりここ最近自分をどうにか変えよう変えようと思って、はい、ここ何日か前ですかね、この日の何日か前に髪型も変えてきて、はい、ちょっと新しいタニーマウスをやろうっていう風に頑張った時じゃないですか今、ま、あ、なるほどね、はい、髪型なかなか似合うんじゃないですか。そうですね、自分はいいと思います。はい、さあ両者立ちました。ロープに飛ばしていったのはタニーマウス、正面から行く、倒れません。しかしキックにつないでいきました。はい、まあ、タニーもね1で倒れなかったんですが、すかさずキックにつないでいきました。中村、これはうまかった、飛びついた、飛びつき中心固め中村優香、いいですね、はい、カウンター2でしたが、もう1回行く、これはかわした、頭が違うんだよというポーズを見せました。そしてヘッドバット、もう一発、タニーが叫ぶ、そしてこのパフォーマンス、京子さんが笑ってますね、乗ってますね、はい、3発目、さあどうだ、これは近いですね、エスケープです。中村はもうデビューして1年2ヶ月、1年を過ぎました。ボディスラム、コーナーを使っていきます。タニーマウス、今も毎日が勉強ですからね。そうですよね、これをかわした、見てますね、はい、いいじゃないですか、うまくかわしていった、そしてキックにつないでいく、ロープに振りますか、振られた、中村十字に行きました。入っちゃったかな、これはなんとかクラッチ、足が届いた、危ない、
この子結構体っていうか関節柔らかいんですよね、そうですよね、まあ、一回ちょっと手伸びちゃいましたけどね、はい、アームブリーカー、身長はほぼ同じ155中村156谷井マウス、身長差がねもっとあると余計効くとよく言われますけれども、はいねはい、アームブリーカー2連発放っていきました谷井マウス、自ら走っていきました、この表情中村、もう一発、いやいやこれはさばいたさばいた、そして体を浴びせていきました、やっぱり中村応援しちゃいますね、そうですか単にごめんなさい動き早くなりました、中村ミサイルキックだ、いい形を作りました、さあ今度はレッドコーナー、セカンドロープ、トップロープ、最上段コーナーに陣取ったミサイルだ、カバーに行く、すかさずカバーに行った中村ゆっか、まだダメですね、あと少しですか、そうですね、はい、まだ見てますね、なるほどね、やっぱりあの見てるそういった余裕を与えてはいけないわけですか、はい、ブルーコーナーだ、最上段だーっと剣山が待っていました、中村の土手っ腹、苦しがる中村ゆか、千葉県出身、まだ19歳です中村、すごいコーナー登るのとかすごい速くなりましたね、そうですよね、スピードが出ました、ネオの新人第1号中村ゆか、ロープに振ったのはタニーだ、横入れ式エビ固めに行ったスクールボーイ、これはタニーが返していきました、惜しかったですよ ね、 そうですね、さあここで休んでいてはいけません中村、腕を固める、回転するラマヒストラに行った中村のラマヒ、これも返していく、これもきっちりこうクラッチっていうか全部すれば、はい、ホール狙える技なんですけどね、はい、バックドロップだ、完全にバックを取られました、大きな声がいて中村が沈んでいった、いやいや2で返す2で返す、勝てば2点が与えられます、とにかく0点からガッシャガッシャ、2人今のも足しっかりさ、固めればね、ということは最後の爪ですかね、そう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 中村優香、これはタニーが反撃、ペースはタニーが握りつつありますか、マウントタニーの体勢になりました、タニーの箱たまらずタップアウト、中村前線はしたんですけどもね、やはりちょっとあの自分の仕掛ける技一つ一つ爪が今ちょっと足りないですか、そうですね、結果タニーマウスがついに初白星、この公式戦です2点をゲット、中村0点のままです、もう一試合ネオジャパンカップ99公式戦をご覧いただきましょう、公式リーグ戦は30分一本勝負です、遠藤沙耶、現在得点は4点、タニーと中村に勝利、順位は5位です、そして元気ミサエはチャパリータと田村に勝利、さらには中村にも勝利、6点、順位は3位です、あの元気は3位、1位にはアサリ、2位には京子さん、これあのまだ分かりませんね、そうですね、はい、とにかく今日の試合は、まあ、落とせないことは確かですよね、はい、はい、2人いい顔になってきましたね、そうですね、まあ、元気は今 JWP のマットでね、はいはい、これ回っています、はい、まあ、サイはサイで最強軍ですか、そうですよね、って、はい、頑張ってるんで、まあ、ネオの中でも世代構想がありますし J の中でも世代構想があります、はい、その、まあ、いわゆる中心人物と言ってもいいでしょう、元気ミサイです、現在5点の元気と、失礼、6点の元気と4点の遠藤です、足4の字固め、最強軍の遠藤が締め上げていく、元気をこれ聞いてると思いますよ、はい、この子あの体硬くて足もすごい太いんで、はい、あのかけてる方もあれだと思うんですけど、かけられる元気は結構きついと思いますね、はい、あの足の太さがあるだけに、はい、がっちりこうはまっちゃってますよ ね、 すね、はい、やっとエスケープです、
ゴロンゴロンと一旦これ間合いを取ります。場外に自ら転げ落ちましたが、最強軍の遠藤は追いかけてきます。そして最強軍らしく椅子を持ちます。これもう随分時間が経ちましたね。前半ちょっとカットをさせていただいたんですが、はい、30分1分勝負、かなりもう時間が経ちました。椅子攻撃だ、背中さらに行く、椅子を投げ捨てていきます。まあ、でも場外これ行くんでやるんだったら徹底的にやっぱり、はい、足攻めていくとかやった方がいいですね、はい、どうせここまでやるんだったら、反撃を食らってしまいました。椅子の投げ方一つとってもちょっと中途半端に見えましたね。のど輪だ、椅子の上か、いやいやいや、しのいだしのいだ、バックを狙う、ジャーマン、後頭部には椅子、このグリーンの淡いグリーンのセーフティーマットの上の椅子に、ちょっと今椅子に当たりましたね。当たりましたよね、はい、さあまずは遠藤沙耶がリングインです。ここでもほら中途半端だから行けばいいよね。まあなるほどね、一足早く自分はリングの上に上がってしまいましたが、これ試合時間5分ですね。ああ、5分ですか、はい、自分はやっぱり行くべきでしたか。そう、もし、はい、勝ちを狙いたいんであれば、はい、やるとき徹底してやらないと、そこまで自分のスタイルがね、持っていこうとするんだったら、はい、腕を固めておいて変形の、そうですね、はい、フィッシャーマンに行きました。これは名前はついてますか。ついてると思うんですけど、わかんないです。あ、そうですか腕をクロスするより固めて、はい、さらには足を抱えてフィッシャーマンに行きました。ギロチンだ、さあカバーに行った遠藤沙耶。遠藤は現在4点ですから、勝てば6点になります。大の字は元気ミサエ、もう1回狙っていきますか。今度はニューサルコーナーです。飛んでいったローリングギロチンだ、しかし今度はかわされました。元気がよく見ていた、バックを取る元気ミサエ、174センチの元気が今度はのど輪だ、そしてカバーに行きました。返します、遠藤沙耶、すぐに元気が次の技に行こう。ちょっとこれ時間があまりないですからね。そうですね、はい、はい、ここからのど輪ですか。コーナーからのど輪、さあ片エビ固め、これを返します、これも返します。遠藤沙耶、あ、元気こういうところが良くなりましたね。技から技に行くタイミングがすごい早くなったんで、はい、前は本当にちんたらじんたらやってたんでね、はい、はい、遠藤と元気2人は同期、元全日平成6年組、 G ドライバー狙い、ドラゴンスープレックス狙い、それをしのぐ、技がだが、うわうわ分かってるから、もうこれは技でもありませんね、投げ倒していきました。ちょっともう25分以上戦って2人、まあ、疲れはあるとは思うんですけどもね、はい、G ドライバーだ、ーそれをなんとかディフェンスしていった、回転するエビ固めだ。遠藤が結局上になったんですが、カウントは2です。まだ3は奪えていません。そうですね、お互い分かってるんで、やっぱ意外な技で決着がつくかもしれないですよね。はい、あ、そうですか、はい、疲れてる両者、ドラゴンスープレックス超低空ですね。遠藤沙耶、もう一回バックを取る、さらにドラゴンスープレックスホールド、いやいや、ホールドではありません、投げっぱなしでいきました。2連発、まだいきますか、それをしのぐ、潰す潰す、もう一回バックを取った、ドラゴン狙いだ、遠藤沙耶、今度はホールド、ドラゴンスープレックスホールド、まだ勝てない、まだ取れない、はい、いいところまで行きました。いいよ沙耶、カウント 2.5 は行きましたね。椅子を使う、ここで椅子を使います。遠藤沙耶の椅子攻撃、いけいけいけ、時間がもうあまりありません。椅子をお腹の上に乗っけました遠藤沙耶、そしてエプロンに出ました。あと2分です、はい、あと2分、石田彩子リングからの声が響きました。ちょっと時間かかったか、元気が蘇生、椅子攻撃、またしても形勢逆転、残り時間あと2分というところで形勢逆転、元気が狙っている、リング中央には椅子、この上に G ドライバー狙い、それをしのぐフェイスクラッシャー、ちょっと疲れている、元気も疲れている、遠藤も疲れている、椅子を持ったのは遠藤、それをかわす元気、さらに椅子攻撃、足でキックでそれをしのぎました。レフリーがこれ浅野さんですか。そうですね、ですよね、浅野プレス恵みレフリーがちょっと
ダメージを負いました。 G ドライブアンドライダー片指固め。あしかし浅野レフリーはここにまだいる状態ですね。カウントに行けない幻の3カウントといったような状況になりましたか。 G ドライバーを放っていったんですが元気みさえ早く早く早く時間な、もうこれはまあアクシデントでしたからね、しょうがありませんよね。はい、気にしてはいられません。さあ時間がないぞ、元気がいく、次の技無理やり起こしていく、いけ、首をがぶる G ドライバー、今度こそ回転付きの G ドライバーだー、全体中を浴びせていった、元気噛みついた噛みつきで返すんだG ドライバーを放たれた瞬間に噛みついていった下から遠藤、時間がない今の回って落とすやつは、はい、あれなんですよ、落ちるタイミングが分かんないんで、ディフェンスも取りづらい、そうですね、受け身が取りづらいんですよね。しかしよく噛みついていきましたよね、そういう意味ではね。のど輪を2連発、元気ミサエ3発目も放つ、しかし回転エビ固めは遠藤さん、さあこれでフィニッシュ、なりません、あー早く時間ない、もうほとんど時間がない、ネオジャパンカップ99公式戦最後の G ドライバーとなったが、カウントは1が入っただけ。まあ、いい試合でしたね。でも、はい、両者結局痛み分け1点ずつゲットという形になりました。元気が7点でこれ京子さんと並んで2位になりましたね。そして遠藤選手が5点で田村と並んで3位という形になりました。まあ、あの1位は変わらず8点のアサリです。両者フルタイム戦い抜きました。いいところまでお互いね詰めていったんですけどもね、まあ切迫した実力と言っておきましょうか。痛み分けに終わった公式戦です。今日の30分一本勝負シングルマッチ第4試合という形になりますが、田村佳子対フリーの井上貴子、今日はシングルマッチで激突します。さあスタンガンをバチバチ言わせて井上貴子が入場してまいりました。これ危ないですよねこの人。最近でもスタンガンを持って入場はするんですが、その実際に試合で使うということはあまりないですね。そうですね、はい、いや使わないでって言ってます自分が。あ、京子さんが言ってるんですか。はい、あ、そうですか。それはどういう、いやどういう夢もこういう夢もやられた方もたまったもんじゃないし、はい、それがなくてもで、まあ、トレードマークみたいなもんだから入場するとかいいけどもっていう話をしてますね。あ、なるほどね。もうすっかりこのスタイルは確かに印象にもみんなのファンの心に、はい、これもう気づいてますからね。ネオの田村です。この日珍しく緊張してましたね。すっごい、そんな表情ですね。デビューからもう5年を過ぎました田村佳子。そして井上貴子、フリーの貴子です。最近タックルで非常にこの2人はよく当たっています。9.15 の名古屋6人タックルで当たりました。 9.26 の川崎、これは普通のタックマッチでも当たりました。 JRP の大阪大会10月1日タックルで当たりました。しかしいずれも勝ちは奪えていない田村、田村のも何かしてやろうと思ってるからいつもより緊張するんだと思うんですよ。自分もそうだったんで、はい、流すような試合だと緊張しないんでね、はい、まあ、勝ってやろうとか、はい、なんかしてやろうって思ってると思うんですよ絶対、うん、結局それが気負いというものにつながってしまうんでしょうかね。はい、差し出した手をパチンと叩いた田村、そして貴子の怒りの炎に点火させてしまいました。場外乱闘がいきなり始まった。椅子を投げ捨てる。でも貴子は握手しようとしたんですね。したんですね。しかし田村はまあ闘争本能をむき出してそれをパチンと叩きました。怒った井上貴子、一足早くリングインは貴子、腰を押さえる田村。これ田村の方がでかいんですね貴子より。
身長プロフィール上では1センチ、はい、田村が上ですね。65センチが田村。体重もなんかありそうですね。あ、そうですか、はい。まあ、田村という選手はそういう意味では素材はこれ十分なものありますよ ね、 すね、はい。さあ、お互いリングの上だ。バックドロップホールド、井上貴子。初っ端から行きますか。はい、そして足を取る STF に行きました。井上貴子、今のバックドロップ タイミング良くて結構行っちゃいましたね。ですかね、はい。あの、最近よくプライベートでも京子さんはお話とかされますか。メール交換とかよくしますね。メールを、はい、そうですか、はい。どんな会話をするんでしょう。それ秘密です。非常に覗いてみたいという気がするんですが。あ、そうですか、はい。なんかちょっと電話だと照れくさいのありますよね。あ、なるほどね、はい。田村が仕掛けていくんですが、その倍返し貴子。あ、しかし田村も負けていませんか。激しい試合だ。非常に激しい試合です。30分一本勝負。またしても場外乱闘。今度は田村のペース。いいじゃん、よっちゃん、いけいけ。叫ぶ叫ぶ吠える田村。気合が本当に今日は入りまくってますね。そうですね。追いかける追いかける。貴子がリングインさせませんでした。そしてこのセーフティーマットの上、バックドロップ。薄いこのセーフティーマットの上、ダメージがこれあるかもしれません。そして戦いは両者リングの上、首を取る。しかしボディ攻撃、膝も放っていく。よっしゃ、いわゆるエースクラッシャー。あー、貴子が DDT。 すぐに立ち上がる田村。もう一発ダイヤモンドカッター。この表情、貴子 DDT で返す。いや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 、ちょっときついな。ちょっと田村の動きが止まりましたか。タイムを見せた田村。カバーの形返します。スリーパーホールド。あ、ガチャ決まってますね。これいいじゃないですか。かなり入ってませんか。そうですね、いいっすね、はい、うん。ちょっと苦しそうです、はい。咳も出ているようです、井上貴子。ちゃんとあの左手で頭をグッと押してるじゃないですか。そうですよね。こういう細かいとこ今ちゃんと習ってんじゃないですかね、きっと。なるほど。前よりちゃんと体密着していいスリーパーですね。基本中の基本の技でもありますが、はいはい、これちゃんと喉を捉えてますしね、はい。そして綺麗に締めています。あ、腕を取ってさらにこの揺さぶりをかけていく田村。すごいな、闘争本能むき出し。この表情です、田村。これ効いてますね、はい。貴子さん、しっかり。まだ大丈夫だというサインは見せましたが、井上貴子かなり効いていることは間違いないですよね。そうですね、はい。まだ締め上げます、まだ締め上げます。これあんまり長い時間になるとタカコもちょっと、はい、まずいんじゃないですかね。エネルギーがね、これ、はい、どんどん消耗し ま、はい、しますよね、はい。グランドになりました。胴を締めていきます。胴締め。まだ締め上げる。力で外しました、はい。今度はフェイスロック。ニアロープです。あとちょっと。オープンフィンガーグローブをはめたこの手が、いやいや足が届きましたか。エスケープです。おお、すぐに起き上がってキックに行く田村よしこ。それ痛いっすよ。あの、やっぱりいつもの田村と違いますよね。そうですね。キックの連射、さらにはロープに飛ばす貴子が飛ばした。巻き投げ、まあ、これはあの新人時代からやってる技ですね、これはもう喧嘩キックと言ってもいいかもしれません。さらに行く3発。
顔面を3発蹴っていった。もう一発、はい、思いっきりできるところが強みですね。そうですね、これぐらいやっぱりヨちゃんにもやってもらいたいなと思いますね。なるほどね。本当に高子選手はフリーという立場もあって伸び伸びと、はい、そして思いっきりやってますよね、はい、ステップオーバーボストンクラブに行った。9月の、はい、あ、ごめんなさい、はい、いやいや、もう田村もね、高子には悪いけど、高子にも勝っても全然おかしくない選手だと思うんですよ、自分の中では。田村が、はい、はい、だからちょっと頑張ってもらいたいってすごい期待してるんですけど。そうですか、はい。まあ、2000年を間近に控えて、この田村も本当にこれからのね、はい、プロレスを支えていく逸材ですからね、はい。 J の9月の後楽園におきまして、はい、高子はですね、関西とタッグを組みました。しかしそのパートナーの関西を高子は裏切りました。試合放棄という形を取りました。しかしその後でこれが私のプロレスなんだと一言吐きました、井上高子。本当に今やりたいことをやってるって感じしますよね。ですよね。ミサイルセカンドロープから放っていきました田村よしこ。今度はこちら側、今度はトップロープからミサイルです。2連発セカンドロープ、そしてトップロープからカバーに行きました。たまに田村選手は張り切りすぎて、トップロープからコーナーキックミサイルキックをやると記憶飛ぶことがあるんですよ。え、自分の記憶がですか。あ、そうですか。今ダブルリストを狙いましたね。後ろ回し蹴り、さあどうだ、高穂がカバーですが2です。打撃系が増えた分、はい、バリエーションがね、全然グンとアップして。そうですね、はい、何が出てくるかわからないって、ね、はいはい、前は本当にディスニーハンマー、はい、単純だったんですけどね。ラマヒに行きました。リスニーハンマーをかわしてラマヒストラルだ、田村よしこ。このオープンフィンガーグローブから繰り出す右のストレート、あるいはフック、はい、これがね、要所要所で出てきますからね、はい、ダブルリストアームサルトを狙っていく、盛んに狙っています田村よしこ。ハーフリストアームサルトだ、ダブルではありませんでした、ハーフリスト。これ切り替えましたね、両方のリストを取らないで左の手でだけ掴みましたね。もう片方の右手は、自分の右手は胴を、はい、捉えました。裏ダブルリストアームサルトだ。ちょっと形崩れましたね。はい、崩れましたね。落差も今一つありませんでした。で、ね、はい、裏剣一瞬のバックハンドブロー、危ない、危ない、なんとか返していった田村よしこ。さあチャンスと見ました、井上貴子。コーナー最上段だ、ディスニーハンマー、今度は成功、ピンポイント右フック、狙いすました、右、井上貴子返した、返した、すごい京子さん頑張りますね田村。あ、ちょっと言わない。さあ狙ってますよ、まだ安心できません、フラフラと立ち上がる、さらにディスニーハンマー、ピンポイント高子のディスニー、ここでもう一回返せばな、いいところまで行きました、何回も何回もカバーを返していきました田村。しかし最後は力及ばず敗れました。そして一方の高子、まあ、力強さとそして花もやはりありますかね。元気です。
これタッグトーナメントがありますよね。参加6チーム、はい、この2人が結局組む形にこれなりましたね。はい、いや田村はいい選手だっていうのは全然いる時から知ってたんですけど、最近ちょっとおとなしいかなと思って様子を見てたんですけど、体は大きくなってるんで、プロとしての体というか、もうちょっとあのぐらい脂肪がついてると多分大抵の技耐えられると思うので、やっぱレスラー基本体が基本だなって思いますね。今日だいぶやっぱきつかったんで、一つ一つの技にもうちょっと重みが出てくるようになると、なんかジャンプ力があるのかないのかちょっと分かんないですけど、エンズイミンの後継者としては一番ふさわしい相手かなって思います。結構楽しそう、いろんなこと気使わなくていいというか考えなくていい分、自分のプロレスを見つめ直せたというか、まあそれが自分勝手だとか言う人もいますけど、私は私のプロレスを、残りの時間やっていくことが本当に井上貴子の名前を大きくするもんだと思ってますんで、頑張ります。時期的にはちょっとまだ早いかなって思ったんですけど、でも今アルシオンのスカイのベルトも巻いてるんで、まあ、チャンスが来たのかなっていうふうに思ってるんで、まあベルトが私を必要としてるのかなぐらいに思って頑張ります。ベルト取ればもっといろんな戦いが増えていくっていう。そうですね、もっと視野も広がるし、いろんなところでいろんな戦いができるんで、そのやっぱりベルトを取るというのはそれの第一歩だと思うんで、今日は必ず取りたいと思います。で、まあお互いにいろいろ読み合ってると思うんですよ、ね、それをうまい具合にこう避けて避けて、今日必ず防衛したいです。スーパーライトのベルトは全場のベルトだっていう、はい、発言多いですよね、はい、やっぱり、自分しかいないんで、全場でこのベルトを巻いていけるのは、だから代表としてすごいプレッシャーもあるし、今日も絶対防衛してまたベルトを持って帰ってって、そういう風になったらいいなと思って。今日の2大タイトルマッチ、そのうちの一つ、まずは 3WA 世界スーパーライト級タイトルマッチをご覧いただきましょう。チャレンジャーが入場します。チャパリータ・アサリ、ベルトが私を呼んでいると豪語しました。アサリ、その目はまさに自信にあふれていました。最近はコスチュームも一新、青と水色、その2つの色はまさに空の色、空中戦の色です。チャパリータ・アサリ、このガンを着込んで堂々たる入場。チャパリータ・アサリは初代、そして第2代のチャンピオンでもありました。そのベルトを今日の相手中西に奪われているわけです。さあ取り返しに、チャパリータが今リングに上がりました。表情からちょっとそんな感じが伺えますね。まあ控え室での表情とリングに上がる時の表情っていうのはやっぱり変わるものですかね。そしてチャンピオンです、中西桃江、第3代3WA 世界スーパーライト級チャンピオン。天性のセンス、抜群の体力、驚異的な
ピオン中西。戦場の至宝であるこの 3WA 世界スーパーライトのベルト、ネオのジャパリタに譲り渡すわけにはいきません。中西桃江、今リングの上にベルトを肩にかけて登場しました。京子さん、はい、見どころをちょっと一つお願いしたいんですが。面白いですよね、中西選手はこれは前女のベルトだ、でチャパリッタはこのベルトは私のベルト だ面白いですよね。そうですね、意と意がぶつかるっていうか、でもなんかいい相手をお互い見つけ合えて、またね、ここの、何級ですかこれは、スーパーライト、スーパーライト級です、はい、これがまた盛り上がっていくこと間違いなしですからね。京子さん、はい、このベルト水色がこれあしらわれてますよね、はい、チャパリータ最近水色とブルーの水着に、はい、コスチュームに変えました、はい、これもしかしたらこのベルトに意味があったんですかね。ベルトに合わせてコスチュームを変えました。気づかなかったですね。なんかそんな風にも考えられませんか。ちょっと今度こっそり聞いてみます。はい、まあ、一方の中西もね、同じような色合いのコスチュームではあるんですが、ジャパリータは初代スカイハイオブアルシオン、アルシオンのチャンピオンでもあります。つまりもし今日勝てば2冠チャンピオンという形になります。ジャパリータアサリ、そして前女のベルトを現在巻いている第3代 3WA 世界スーパーライトのチャンピオン中西桃江。またこれ2人とも似たようなコスチュームで、はい、色合いがそうなんですよね、はい、チャンピオンのこの表情もどうでしょう、自信にあふれている表情、あるいは緊張している表情。ちょっと硬いですね、2人とも。2人とも硬いですか、ね、そうですね。レフリーはテッド・タナベ。試合が始まる前に、ゴングが鳴る前にジャーマンスープレックスだ。先制攻撃チャンピオン。なんで今ゴング鳴ってないのにカウント飛んですかね、不思議でしょうがないんですけど、いつもあのジャーマンで投げてる途中ぐらいでゴング鳴りましたっけ今、はい、ミサイルだ正面。完全にチャンピオンがまずペースを取りました。さらに行く、顎を捉える、中西カバーはどうだ、返していくチャパリータ、チャレンジャー両足を取る、暴れる暴れる。しかしジャーマンにしてもドラゴンにしてもですね、思い切りがいいですね。そうですよね、そしてまさにそのバネを効かせてますよね、シャチホコ固め中西。やっぱわざとタイミングがすごい半分以上だと思うので、タイミングいいですよね。そうですね、そのあたりはやはり、まあ、練習の賜物という部分もあるでしょうが、もともとのセンスもやっぱりすごい選手でしたよね。足を畳みました、いわゆるリバースのインディアンデスロックの形です。中西桃江チャンピオン。中西は前女のジャパングランプリ公式戦高子に勝利を収めました。あれは確かジャパングランプリ開幕戦の日でしたね。ついに高子桃江を果たしている中西桃江です。さらにはあの優勝戦進出決定の桃江戦ですか、その序盤で豊田真奈美に勝利を収めました。あ、そうなんですか、すごいですね。というチャンピオンの中西です。まだ届きません、チャパリータ歩幅前進、その手を取りました。もう片方の手でやっとエスケープ。あー、マニキュアもブルーエナメル系のブルーですね。はい、まあ、あの小柄な選手は本当に手の先までこう表現しなきゃいけないとよく言われますからね、そういう部分もあるのかもしれません。さあ、アサリが、そのアサリが反撃だ。ロンダーとキックに行った。いいね。バック転を2回、そしてキックに行くロンダーと、ダブルアームスープレックス。チャパリータアサリ、カバーに行きました。中西が返す。キャメルクラッチだ。ラクダ固め。無理やり髪の毛も捕まえる。そして今度はフェイスロックですか。
実はあのこの日チャパレットあんまり膝の調子良くないんですよね。足首と膝ですか、はい、ずっとあのテーピングとか巻いてて、はい、控室で、はい、これあのがっちりなんかニープレスのようにも見えますよね、はい、まあ、試合中は、まあ、もちろん気にならないと思うんですけど、はい、ちょっと見てる方としては大丈夫かな。カニマサミ前方回転エビ固め高いですね、チャンピオン、そうですね、あすごい声が出ている。髪の毛を絞っていきますか。なんかこの辺前女チックですよね。ですね。さらには細かく張り手も放っていきました。髪の毛を持ったままぶん投げた前女投げみたいな感じですよね。はい、さらにはこの攻撃です。頑張れチャパリータ、フェイスクラッシャー、またしても髪の毛を使っていきました。これは同じようにやられた技をやり返すという基本ですね、はい、中西桃江フェイスロック、これも先ほどやられた技、中西はまだキャリア3年と3ヶ月なんですよね、考えてみたらね。でももう3年になりますか。はい、なりましたね。元、失礼、前場の平成8年組です。96年の7月の甲羅県高橋七重戦でデビューを果たしています中西。一方のチャパリータは元前場平成4年組、カウンター、打点の非常に高いドロップキック、背がない分すごいですね、吹っ飛ばされちゃってますね。2発目なんかもうバックドロップみたいな落ち方してますもんね、はい、はい、いや飛んだ中西も自分の身長よりも高くこれ飛んでますものね。大丈夫なのかしら、こんな受け身取っててチャパリータはちょっと心配ですか。心配ですね。はは、痛めているという膝、ギロチンだ、これは痛い。さらには肘攻撃、グリグリ攻撃だ、裏アキレス、なんとか耐えています。攻められてる場合が多いですね、はい、そうですね、序盤からペースはやや中西か。そういえばアサリは 12.2 の甲羅県で、はい、謎の怪人と一騎打ちが待ってるんですよ ね、はい、そうですね、どんな怪人なんですかね、はい、カニバサミそれをしのいだ、いやいや、さらには巻き投げに行きました。アサリバク転から、バク転から体を浴びせていったのはチャレンジャーです。アサリ両足を取りました。今みたいな動き、これぞやっぱりスーパーライト級って感じですね。そうですよね、私たちは絶対できませんからね、あんな動き。まさに軽量級の2人の対決といった図式になっています。ステップオーバー、はい、まあ、とにかく篠田翔がその怪人を連れてくるということなんですが、一体どんな選手が来るんでしょうか。でもやっぱりやる選手側としては相手がわからないっていうのが一番不安なんで、はい、あ、まあ、そうでしょうね、はい、研究もできませんしね。そうなんですよ、社長のことなんてどんな人連れてくるかもわかんないんで、人じゃないかもしれないじゃないですか。人じゃないんですか。わかんないです、だって怪人ですよね。外人じゃないですよね、怪人ですよね。はい、人じゃなかったらどうするんだろうと思って。原子エンジンバーゴンですか。いやありえんじゃないですか。これちょっと変わった固め技ですね。足を折りたたんで、さらには両方の手を取っていきました。そしてストンピング、背中にも、さあアサリがペースを取りました。先ほどやられたようにやはりアサリも返していく。対角線に振っていく、読んでいた、ムーンサルトプレスはチャンピオン中西。中西君なんかやってたんですか、体操とか。別にやってないですよ。データ不足、はい、はい、クリスジムで、はい、トレーニングは積んでいたそうなんですけどもね。体操とか出身ではないんです。そうではないと思いますか。聞いてもないですもんね、はい、ノーザンライトスープレックス、綺麗なスープレックス
ただ小学校の時に背筋力が100キロあったというこういう伝説はありますよね、中西桃江。自分小学校の時130キロありました。あ、そうなんですか。はい、恐れ入りました。130ですか。はい、小学校6年生の時に。はそれって人間じゃないですね。そうですか、肺活量もすごいですね。確かあ、そうですか。どう、シザーズ。肘を使っていきました。痛いんだこれはきっと。頑張りたいって言うとさ、はい、バレちゃうから、あんまり痛いって言えないんだよね。あ、なるほどね。逆に痛くなくても痛いっていうのが効果的な時ってありますか。ありますありますありますね。よく騙します自分。はい、痛くない聞いてないの、痛い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 って言ってちょっと呼吸整えるとか、よくありますね。そういう意味では騙し合いっていうのもこれ、そうですね、大切なポイントですよね。はい、ロープに振っていくジャパニータです。それを飛んでいった、体操でいう乗馬のように飛んでいきました、ゴルバターアサリー。面白い。いや、繰り返していくアサリもすごいんですが、あの乗馬もすごいですよね。個人的にこの試合本当楽しみだったんで、いや、いい試合になりました。1回転立ちました。アサリがバク転だ。見どころ満載、コルバタに行った。最後はアサリのコルバタ、抱えび固め。あの2人しかできない動きですね。はい、でも中西本当に体操やってたようにも見えますよ ね。 そうですね。はい、確か水泳とヨットとあとカヌーでしたっけねやっていたという、だからカヌーでこう背筋力をつけたという話を聞いたことがありますが、中西桃江投げ倒していきました。アサリ下からもう1回チャレンジだ。中西首をがぶりました。なだらしを狙っているチャンピオン、ボディ一発アサリ。逆に投げちゃう、外に。え、後ろにですか。ジャパリーターが後ろに。はる、落とした。危ない危ない危ない。あー、ちょっとエプロンで腰を落ちましたか。そして飛んでいくようです。飛んでいきました、中西桃江チャンピオン。プランチャースシーダー、ちょっと足を気にしてます、ジャパリーター。今、足に当たりはしなかったんですが、噛み合わせとか悪いと歩けなくなっちゃいますからね。はい、あ、ちょっと心配ですよね。バックを狙うエルボーでディフェンス、ロープに逃れました。すぐに走っていく、この勢いです。よし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 。あ、痛い痛い痛い。今度エプロンで中西が腰を打ちました。そしてお返しでしょうか。チャレンジャーシャパリータが同じようにプランチャースシーダだ。いやまさに、まあ、言い尽くされた言葉ですが、一進一退の攻防です。ジャパリータ、そして中西、背中を気にする中西です。さらにチャパが狙っています。ゴロンとリングイン、中西起き上がってこいというアサリ、手拍子も誘う。正面からぶっ飛んでいきました、チャンピオン。アサリが勝てば第4代の 3WA 世界スーパーライトのチャンピオンになります。中西が勝てば V2 2回目の防衛戦成功という形になります。今日のタイトルマッチ、下から迎撃、場外にアサリ、そしてもう1回コーナーポスト最上段、チャンピオンが待った。ラケブラーだ、この跳躍力、このバネ、中西やっぱ乗ってると試合楽しいですね、乗ってる者同士があると。いや、どうでしょう、改めて中西という選手をどんな風にご覧になりますか。いや、すごいやっぱ運動神経いい選手だと思いますよ。そうですか。はい、はい、場外で大の字アサリ、あ、大丈夫かな、チャパリタ。はい、今ゆっくり起き上がりました。中西が待っています。頑張れチャパリタ。さあ、戦いはキャンバスの上、わ、バックを狙う、ドラゴン狙い、足でディフェンス、諦めた、バックを取る、これもディフェンス、中西ラリアットかわした、最後にバックを取ったのはアサリ、ジャーマンスープレックスホールド。今度は中西、一回止まったような動き、まさにジェットコースターのように頂上までゆっくり行った時にガクーンと落とすんですよね。中西のジャーマン、
やっぱ体重軽い選手ドラゴンだ、決まんないですね、こういうのは。なるほどね。カウントが入りました。今度は中西だ。これも2。うわどっちが勝つんだろう、これすごい攻防になりました。タイトルマッチセミファイナルです。おー、いった中西フランケンだ。さあ、片エビ固め。まだベルタが戻ってきません。まだベルタが戻ってきません。アサリいけ。さあ、フィニッシュに行きますか。三つ取らない。それを切り返していったのは中西。チャンピオンの器は中西だ。ドラゴンスープレックスホールド。これは危ない危ない危ない。返しましたね、返しましたね。よくでも京子さん、はい、返しましたよ。そうですね、もうこれどっちが勝っても負けてもおかしくないですね。ドラゴンを狙う。それともドラゴン狙い。それを切り返す。もう一回ドラゴン狙った。大ピンチだ。ジャパニーズレッグクラッチホールド狙い。今度はサリが上。なんかわけわかんない。二人スタンディング。首をかぶる。道のくドライバーツ。ミスプロ修行の成果。さあどうだ。さあどうだ。ベルトが戻った。ベルトがついにジャパの腰に戻りました。いや、いい試合でしたね。ベルトが私を呼んでいる。そう豪語していたチャパリータ、アサリついに自分の腰にベルトを戻しました。チャパリータ、あーよかった。京子さん、はい、もう本当に終盤はですね、一瞬たりとも目が離せない試合でした。そうですね、もう途中どうなっちゃうのかなと思いましたよね。よく戦いましたチャパリータ。ついにベルトを巻きました。まあ中西もこれすごかったですよね。はい、まあ、これからもすごいライバルにですね。はい、あもうここも団体の枠を超えてって感じですね、はい、そうですね。起き上がれない中西をチャパリータが起こした形です。そして手も上げました。チャパリータ、アサリ、いつからこのお姉さんになったんだろうこの人まあ年齢的にはね、26歳のチャパリータ、まだ19歳の中西。後頭部を盛んに気にしています。これおそらくあのドラゴンでしょうね。後頭部をしたたか打ってしまったチャパリータ、アサリ。しかし最後は道の駅プロレスで修行をして、あの高道の駅に教えてもらったという道の駅ドライバー2、これで仕留めてみせました。あ、篠社長がこの表彰状を渡しました。まあ、ちょっとあのチャパとはね、はい、確実がある市の社長ではあるんですが、疲れてなかったらここでドロップキック行きますか行きますね。そうですか、はい、そして市の社長がベルトを与えました。ついに戻ってきた、ベルトが戻ってきました。第4代チャンピオン、いいですね、チャパリータ、アサリ、はい、いやーよかった。やっぱりこのベルトのブルーの色、はい、チャパのこのコスチュームの色と合いますよね、はい、合いますよね。新チャンピオン誕生、初代、2代、そして今日第4代のチャンピオンになりましたチャパリータ、アサリ。一方の中西、2回目の防衛失敗です。まあ、今年の5月に2年ぶりにこのベルトが復活して、最初はチャパリータが巻きました。まあ、中西にベルトが行ってしまった時にはいろいろこれ思い悩んだでしょう ね、 ね、自分の分身みたいなものでしょうからね、おそらく。本当嬉しかったと思いますよ、はい、私も嬉しかったですけど。あ、京子さんもですか、はい、はい、またあのこの後のタイトルマッチがありますよね、はい、京子さんの。つまりあのこれで拍車がかかりましたよね、はい、ベルトをついに戻したチャパリータ、アサリ。なので待ってる時に次頑張ってください。ですよね、はい、あ、なるほどね。さあ、いよいよ京子さんのタイトルマッチです。そうですね、やっぱりこのベルトが私を必要としてくれてたのかちょっと思うんですけど、まあ、今アルションのスカイのベルトを持ってるんで、それぞれのベルトは違うんですけど、幅を広げてもっともっといろんなところで戦っていきたいと思います。最後はじゃああれでっていうのは、そうですね、あの今日は
意識的にスカイツリーさを出さないで自分がどこまでやれるかなっていう気持ちがあったんですよ。そういう小さい選手になったらそういうボム系とかそういう系の技も必要だっていうことを、今までそういうのってやってなかったから必要だっていうことを実感したんで、今回はせっかくあの東北で道の国に出てて道虎を教わってきたんで、九州のファンの人にも見せたいなと思いました。今日はいよいよ堀田さんとのタイトル戦ということで、はいはい、まあ、前回タイトル取った時は、まあ、周りからは結構いろんな反応ありましたよね。はいはい、で、まあ、今回防衛戦なんですけれども、はい、そして、やっぱり、自分は今でも本当に真のチャンピオンだって自分では本当に自信あると思ってるんですけど、やっぱりそうやって、お台場の時のことを言った人たちに対して今日はきっちりけじめをつける気持ちで、堀田選手からきっちりスリーカウントを取りたいと思います。けじめとして、先日太田前場の大田区大会でタッグで当たったんですけれども、やっぱその時にあの堀田選手っていうのをきっちりこう体で分かったというか、いろいろ今日は戦略を考えてきてるので、あまり長くならないうちに、きっちりと勝って、そして博多の夜を楽しみたいと。そうですね、もう後がないんで、自分自身では、やることをやったんで、あとはもう今日にかけるしかないし、まあ、気持ち的にはもうなんか結構リラックスしてるんで、まあ、力も抜けて、まあ、その部分、まあ、自分が今までやってきたことが出れば、まあ、それは勝ちにつながると思うし、まあ、それを出さなくて、まあね、これからのこともあるし、いろいろやらなくちゃいけないこともあるし、そのためにもぜひ今日はベルトを全中に持って帰ります。はい、さあファイナルマッチです。全中の至宝赤いベルト、 3WA 世界シングルのベルト、チャンピオンは井上京子、そしてチャレンジャーは堀田由美子。全中の最古参レスラー堀田がベルトを団体を代表して取り返しに今来ました。京子さん、はい、まあ、物議を醸した、はい、あの前場のお台場大会、はい、でも今日はとにかく京子さんはきっちりとけじめをつけたい、きっちりとスリーを取って、はい、あんなスタンガンは関係なかったんだよということを証明したい、はいはい、しかしこの堀田選手もですね、はい、並々ならぬ決意だと思うんですが。そうですね、まあ、この前に1回タックで当たってるんですけど、その時もきっちりスリーカウント取ってたんで、自分としては結構自信はあったというか、はい、今ねインタビューで堀田選手が言ってたのリラックスしてるって言ってたんですけど、自分の方も結構リラックスして、はい、この試合は行けましたね。あ、そうなんですか、はいはい、そしてこの堀田の表情カメラはアップで捉えました。今ネオのリングに前場の堀田由美子登場しました。もうあとはない、やることはやったという堀田由美子。堀田は45代と47代のチャンピオンでもありました。したがって今日勝てばベルトを取り返せば3回目の戴冠という形になります。堀田由美子、きっちりと女のけじめをつける井上京子、第48代 3WA 世界シングルチャンピオンです。ベルトを巻いたのは 7.11 お台場、堀田由美子からナイアガラで取りました。初防衛は 8.22 の JD 川崎、 3WA&TWF ダブルタイトルマッチ、あの飛鳥との60分にわたる死闘、そして今2回目の防衛戦に挑みます。ベルトを守るのか、あるいは堀田が何としてもベルトを奪い返してくるのか。今そのベルトが京子の腰に巻かれてリングインです。試合の始まりまして、チャンピオン井上京子選手にチャンピオンベルトの返却
京子さんも43代と44代のチャンピオンでもありました。そして現在は48代、3回これでベルトを巻いた形になりましたね。そうしますと46代が抜けてるんですが、46代は LL のカンドリが巻いていた時でした。まあ、それを堀田が取り返した。ある意味で堀田という選手は、まあ、タランターに行ったベルトをですね、こう自分の力で取り返すと、そういうことをしてきた選手でもありますね。さあ今日はどう結果が出ますか。ていうか自分が負けたから取り返し行ってるでしょって。なるほどね。負けてんのもあんたなんだけど、しょうがない。そうかそうか。まあとにかくリベンジマッチですよね。堀田由美子。いやでもファンの人ってありがたいですね、本当に。おびただしい量の紙テープ。あーもう京子の姿が紙テープに埋もれて見えない。井上京子チャンピオンです。もう試合前というのは、はい、けじめというその一言につきますか、気持ちとしては。はい、もうそうですね。さっきも本当にきっちりって言ったんですけど、本当にきっちり3カウントをもう取りたいっていう気持ちだけですね、この時は。セコンドには高子がついてくれてんのかな、多分、はい、そうですか、はい、あの何か会話はされましたか。いや、もうあの高子も私のこと全然信じきってたので、はいはい、もう楽しんでこいよみたいな感じじゃないですかね。手を出すなとかそういったことは。あ、もちろんそれはもう言わなくてもそれは分かってると思う、はい、うん、なるほどね。すごい嫌な思いしたのは知ってるので。はいはい、はい、あ、握手はしません。チャンピオン強子、今ゴングが鳴った。ファイナルマッチ。60分一本勝負、赤いベルトをかけたタイトルマッチです。慎重な出足、両者組み合う、力が入ります。堀田が腰を低く落とす。京子がやや押していく。これは負けられないでしょう。はい、力比べ、もう一歩前進京子。さらに押していった。堀田の背中にはロープ。グリーンに分かれますか。分かれました。やっぱでもなんか自分の試合だと見入っちゃいますね、こうやって。はい、自分の姿をこうやってちゃんと、なんだろう、まあビデオとかでも見ますけど、あんまり、ね、見ることないんでね。はい、ロープに飛ばす。お互い動かない。打ってこいよという強行。ロープに飛ばす堀田。腕を取るか、倒す。脇固め、いや十字だ。おお、危ない危ない危ない。腕しぎ逆十字固め、堀田が狙っていく。振りほどいた強行。堀田は格闘技戦の経験は豊富ですからね、はい、こういったサブミッションもうまいですよね。それをしのいでいきました。振りほどきました。井上京子チャンピオンです。キックロー、右のエルボー、またそのキック。京子もキックにいった。 DDT、 速攻 DDT。フェイスロック、絞り上げていきます。堀田の顔面。堀田がディフェンスですね。バックを取った形、今度はヘッドロック、足を払っていきました。グラウンド状態の2人。堀田選手少し体重落ちましたかね。そうですかね、ちょっと絞りましたかね、まあ、ような気がしますね、はい。まあ、自分がでかいからそう見えるのかもしれないですけど、多分これ体重落ちましたね少し。京子さんの方はまあ相変わらず100ぐらい、ね、そうですね、はい、背中に乗っかった。顎です、はい、重いとこうやって乗られてるだけでもきついんですよ、はい、これこだわりますねこの人ですね、うん、これでもうすでに今日2回目の腕十字狙い、クラッチをするチャンピオン。そのクラッチを伸ばそうとする堀田。この時
ちょっとまだ頭では余裕ですね。ロープも近いと思ってるし、やっぱ伸ばしたエスケープ。なるほどね、はい、ちょっとこの時はまだ考えてましたね。でもやっぱタイトルマッチになると周りのお客さんの雰囲気も全然違うんで、はい、あの自分たちもやっぱり緊張感あるんですけど、お客さんの見方も緊張感があるので、すごい伝わってくるんでね、はい、なんかそれがすごい楽しみというか、また違ったタイトルマッチだと楽しみ方があるんですよ、はい、うん、タックルいきました。テイクダウン、足を取ったハーフボストンです。逆肩び井上京子チャンピオン。インタビューで京子さんもおっしゃっていましたが、はいはい、前哨戦がタックでありましたね、はいはい、9.29 前場の太田大会、はい、あのジャッキー佐藤のメモリアル大会だったんですが、はい、気持ちよかったですね。そうですか、はい、京子高子チーム対堀田トヨタ真奈美チーム、はい、結果京子が堀田をビクトリアドライバーからの片指で取りました、はいはい、ビクトリアで決めたのは久々じゃないでしょうか。そうですね、はい、さあ釣り天井を狙い、京子だったらこの堀田を持ち上げることは可能でしょう。前でも言ったと思うんですけど、レガースをつけてる選手を上げるっていうのはすごい難しいんですよ。あ、そうかそうか、足のフックが外れちゃうっていうのと、はい、今度はフックはうまくいきましたね。そうですね、はい、持ち上げていった、堀田を持ち上げていきます。釣り天井が成功。あとこの人体硬いんでね、あの人よりすごい倍重たく感じるんですよね。あ、そうですか、うん、逆に言えばダメージは与えられやすいですよね。そうだと思います。はい、まだついています。強固ならではですよね、これだけ長い釣り天井。相手はホッタです。結構自分も苦しかったして。そうですか、そうですか。もう一回この変形のキャメルの形になりました。顎を捉えていきます。井上強固チャンピオン、顎を引いたチャレンジャーのホッタ。もう一回上に引き上げようというチャンピオンです。フェイスロックに行こう。京子さんはあの 12.8 の前場の代々木大会で、はい、トヨタ真奈美との一騎打ちが待ってますよね、はい、まあ当然ベルトは巻いたままトヨタとそうなんですよやりたいですよね、はい、もう絶対に、はい、ダンシングツリーの対戦になりました。足がかかりませんね。そうですね、先ほど言ったようにあのやっぱりレガースもあるし、はい、体が硬いというか、はいはい、そういう足もやっぱりちょっと人より硬いんですよね、はい、ダンシング3は諦めました。対角線です。首を取られました。 DDT 勢いをつけての DDT、 もう一回バックからスリーパー狙いです。本当なんか堀田選手って面白い選手で、こうなんだろうな、来てもらいたい時に来ないというか、全く本当は合わないですね、噛み合わないというか、伝わってこないんですよね。またそれが、まあね、噛み合わないところが面白いっていうお客さんもいるのかもしれないですけど、なんかこう掴みどころのない選手というか、ファイトスタイルもこれ完全に違いますものね、はい、本当にプロレスラーの井上京子と格闘技チックな堀田由美子という図式でもあります。今日はこのキャメルクラッチが多いですか。はい、はい、多分有効だと思います。こういう選手には体が相手が硬いだけに有効だと、はい、いや本当何考えてるか分からない、伝わってこないんですよね、この選手。何回やっても、はあ、難しいですね。前場では昭和60年組、同期にはあの北斗晶がいます、はい、京子さんは昭和63年組でしたので、はい、まあ、3年ね違うわけですが、はい、3つですか、4つじゃないですか。年齢的には4代違くないですか。あ、4代になりますかね、はい、あ、そうですね、失礼しました、はい、で年齢的には2歳、あ、堀田が上ですか。腕を絞っていきました。対角線に飛ばしたのは堀田の方でした。大車輪だ。堀田の足が飛んできた、ね、降り注いできました、はい、これはかわした。
初発は食らえないですね。そうですね、うん、同じ鉄は踏まないチャンピオン。強行を捉えるダブルアームの形になりました。危ないだろう。これを持ち上げようというチャレンジャー堀田、耐える強行。なんだかんだ体重リバーススープレックス。体重差20キロ以上ありますよきっと。そうでしょうね、うん、自ら走る井上強行、ラリアットを壊した堀田、腕を捉えて脇固めに行きました。グランドサブミッション攻撃。変わるなぁ。じりじりとロープに近寄っていく。中央ですからね。そうですね、すぐにキック胸元。3連発、今顔面狙っていった。4発目も顔面狙い。一旦間合いを取る。追いかける堀田、場外になりました。場外戦になりました。髪の毛をムースと捕まえて、そして椅子の上に投げていきました。あのボウリングのピンを倒したのように、そうですね、椅子が10脚ぐらい倒れました。お客さんも危ないですよね。引きずり回していきます堀田。うわ、何すんの。この上で DDT だ。セーフティーマットの上、ちょっとダメージがありますね。とにかく堀田にとっては前場の四方赤いベルト、これは何としても取り返さなくてはいけません。大車輪だ。場外セーフティーマットの上、ゴロンと1回転チャンピオン。マットないとこだったでしたね。頭ゴツンって言ったもんな。転がった先にはもうマットがなかった状態でしたか。もう一発低空だ。またしてもゴロンゴロンゴロンと、今度は2回転。井上京子ちょっと食らいすぎてますね。ですね、ちょっと劣勢に陥ったチャンピオンの京子。無理やりチャレンジャーの堀田がリングに上げる。京子を上げる。エプロンからリングインだ。今日のファイナルマッチ60分一本勝負タイトルマッチ、赤いベルトがかかっている。さあ堀田がお客さんにアピール。振りほどくラリアット。いけー、ひばか死んでふりだよーだ。いけいけ京子という実況席の京子さんも興奮してまいりましたね。ラリアット右、いけいけいけ。さらに3発目、倒れた倒れた。でかい、いけ、蹴落とした蹴落とした。やり返せ。今度は京子の番だ。今度は京子の番だ。堀田を起こす。髪の毛を捕まえた。リストを取ってぶん投げていった。さあ2メーター後方にスライディングして落ちていきました。もう一回髪の毛を捕まえる。場外からリングにはまだ上がりませんね。まだ何か考えてますね。これ引きずり回しの系はまだまだ続いていきます。ネオのリングはもちろん強固のホームリング、一方の堀田にとってはアウェイで戦うという形になってます、はい。そのアウェーで今、まあ、恥をこうさらけ出したような形になりました。2回続けて椅子の海に投げ捨てられました堀田由美子。やった京子が一足早くリングインです。中央で二王立ち。堀田を待ちます。今リングインだ。上がりにはさあいけ京子。さあエプロンに出た白いターンバックでしたから、キック顔面左のハイド。これ効いたな。来ましたか。そして持ち上げる。しのいだしのいだ。谷正に頭を捉えた回転エビ、崩れました。しかもロープ際ダメージがありながらも回転エビに行きました。キャッチかわしと井上京子。いけいけ
け行こう。さあ何を思うか井上京子チャンピオン、ボディースラム。さあ吠えました、吠えました。エルボーを狙っていこうというところ追いつかれました。堀田が、堀田が京子を捉えるか。何があんのか。腕十字ですね、流れ式。一瞬滑りましたが、もう一回十字に行きました。まだ足は完全ではないようですね。そうですね、はい、右の足は顎の下、しかし堀田の左の足はまだ京子の体の上には乗っかっていませんね。それでも行きますか。不完全な形のまま腕十字、堀田由美子。あーでも効いてますか、効いてますかね。やばい形としては横三角締めの形にも非常に似てますが、とにかくこれは腕狙いですね。はい、はい、足を伸ばす京子、チャンピオンの足がまだ届かない。締め上げるチャレンジャーの堀田、この表情井上京子。まだセーブできない、まだ届きません。こだわるな、こだわりの腕十字ですね、本当にね。届きました、エスケープ。いやこれやばかったような記憶があるな。あ、そうですか、はい。なんとかしのいだ井上京子、ロープが探せなくて探せなくて、はい、という記憶が。ロープに振っていくラリアット、いいところで。このラリアットが何発も何発も炸裂します。井上京子、右手の握り拳、そして持ち上げる内野ゴラ、ドライバー、いきなり放ったお箱の内野ゴラ。井上京子がついに内野ゴラを出しました。ワンで返されたんですよ。そうでしたね、ツーまで行きませんでしたもんね、はい、これはちょっとびっくりしましたね。今度はホットの番だ、ピラミッド狙い。あー、しかし中途半端、結局パイルドライバーの形。なかなか中途半端が一番痛いんですよね。肩口までなかなか強行を持ち上げるっていうのは、これいくら掘ったでもね、難しかったようですね、はい、しかし中途半端でダメージがありましたか。そうですね、ラリアットをなぎ倒す。ラリアットまだきちんと受け身取れた方がまだ、はい、大丈夫なんですよね、はい、来るぞというそのタイミングもちゃんとした技の方がやっぱり掴みやすいでしょうしね。そのあたりがある意味では鬼門と言ってもいいかもしれません。何が起こるか分かりません。ダウンカウント取られてですね。そうですね、今立ち上がりました。一足先に京子が立ち上がっていた。夫も立ち上がる。ラリアット、今日も6発目ぐらいですね、ラリアットが連発しています。井上京子、いけ大車輪キックだ。カウンター、京子の左の側頭部狙う。もう一回堀田が持ち上げる。ピラミッド狙い。あー、これも中途半端な形のパイルになった。返す返す井上京子、チャンピオンが返していく。チャレンジャーが攻める。チャンピオンを捉えた。もう一回持ち上げる。3発目首が曲がった。痛い、骨のきしむ音が聞こえてきそうだ。これバキバキって言って、はい、こっからあとあんまり記憶ないんですよね。記憶が飛びましたか。もううっすらしか覚えて、この後どうなったかっていうのはあんまり覚えてないんですよね。バックを取る。これ返してんですよね、ここで。でも記憶のない中でジャーマンを狙っていきますか。絶対どっかやばいと思いましたもんね。さあ今度は京子の番だ。ナイアガラドライバー、これで防衛成功か。まだです、まだです、京子にとって2回目の防衛戦。強敵を迎えた、堀田というチャレンジャーを迎えた井上京子。ダメなんだもう。あ、この表情井上京子。京子いけ。あ、やっぱ胸痛かったのな。2人とも次第にエネルギーがなくなってきたか。首をかけるポーズ、井上京子。膝を落とした、堀田。まだ動いてたんだ、あんまり記憶ない。ラリアット、いけいけ京子。そしてもう一回持ち上げた。よっしゃ、パワーボール。京子頑張れ。渾身の力を込めたパワーボムという形、井上京子。フィニッシュサインだ、フィニッシュサインだ。いけ。天井に手を突き上げた。ビクトリアドライバー狙い。堀田は、あーっと、焦点。返せ返せ返せ。なんと焦
ていうのは最近本当にもう骨がきしもとって言ったじゃないですか、はい、あれなんですよ、胸ひび入ってて。そうなんですか。やっぱりね、この人ね、もう腕にこだわるから最後まで腕でくると思ったんですよ、ちょっと不意をつかれましたね。前哨戦の太田大会でビクトリアで取りましたよね。堀田は研究してましたね、これは。そうですね。井上恭子2回目の防衛 V2 失敗。そして堀田由美子新チャンピオンになりました。悔しい。えぐかった。恭子さん、はい、今だから言える敗因って何でしょうかね。音ないですか、これ。ちょっと待って、ホットのマイクです。お前ならよ、こっちから逆指名する。ああ、高子に逆指名ですか。やはりあのお台場の恨みは残っていた。ホット由美子、たまには面白いこと言うじゃねえか、考えてやるよという答えを返す井上高子。まあ、この2人は戦わなければいけない関係になってしまいましたね。すみません、プーラー来てください。そうですね、まあ、いいんじゃないですか。で、京子さん、はいはいはい、どうでしょう、敗因。そうですね、やっぱり今、やっぱあのじっくり見て思ったことは、やっぱりあの腕で来てたんで、やっぱそっちばっかり気を取られてて、はい、やっぱ最後あれ一発っていうのは、全然予想もしてなかったことなんでね、やっぱそこかな。終わって1ヶ月経って初めてかな、分かったの。そうですか。強行無念、敗れました。ベルトを奪われました。新チャンピオン誕生です。最後、カウンターの右の商談商店商店ですね。あらかじめ想定はしてた。もうそうです、もうあれしかないです。自分のスタイルというのはもう本当に打撃一発、蹴りにしても、もうそのパンチにしても、小手にしても、それ一発で倒せるぐらいのその打撃系っていうのを、今回はその部分では、やっぱ打撃を磨いたという形で、一発にかけてみた、その部分にかけてみた部分で、クリーンヒットが入ったなと。いかがでしたでしょうか、ライブイン博多。京子さん、はい、まず一言振り返ってみて。はい、そうですね、はい、この大会からもう1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、やっぱり、すごく落ち込んだことは確かなんですけど、はい、まだまだ、井上京子はね、上を見ていくし、また機会があったら取り戻そうと思ってるし、はい、またこれからトヨタ戦っていうのもあるしね、もともと頑張っていきますので、ファンの皆さんは本当に応援してくださいっていうことと、もっともっとプロレスを面白くしていきたいなと思ってますね。そうですか、はい、どうやら 12.8 の前兆の余裕では、はい、京子対トヨタの試合と、はい、3WA 戦として堀田と高子がこれ組まれそうですね。そうですね、高子に頑張ってもらいたいと思ってます。あ、そうですね、はい、やっぱり高子応援しますもんね。そうですね、はい。そして京子さんにはぜひね、トヨタ学びにこれ勝ってほしいと。もう勝ちますよ。勝ちますか。はい、はい、さあ、そして 12.2 のネオの小倉県大会ですね、はい、このように6チームが参加しましてタッグトーナメントが行われます、はい、ダブル井の上で参加するわけですよ ね、 すね。まだ今からでも間に合うんで、他にタッグチームでやりたいやついたらどんどん来てもらいたいですね。ラスカチョも上がりますし、はいはい、楽しみですね、はい、そしてアサリは謎の怪人とどういう試合になるんでしょうか。今日の解説は井上京子さんでした。京子さん、長い間、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。